スタート時刻となりました会場の皆様、こんにちはありがとうございます, <laughs> いますちょっと映画館なので控えめな行為になってしまいますけれどもえ本日は令和5年度沖縄の心 平和啓発シンポジウムにご来場誠にありがとうございますえ本日の司会進行を務めさせていただきます私は昨日夕方え沖縄から参りましたえ普段はですねラジオ局に勤めておりますフリーアナウンサーの野底道夫と申しますどうぞ皆様よろしくお願いいたします誰 えこのお姉さんおばさんというふうにね思ってる方もいらっしゃるかと思いますがちょっとだけえ私の自己紹介もさせていただきたいと思いますえ普段はですね沖縄県内を中心に声の仕事をしております月曜日から金曜日まで FM 沖縄というラジオ局に勤めておりまして 4PM という番組を担当しております平和でなんでこの方があってえこの人がって思う方もいるかと思いますが私番組30年余りしてるんですけれどもその中でえ20年以上 にわたって森山涼子さんのという曲をですね毎月1回フルコーラスー10分以上ある曲なんですけれどもその曲をかけていますそれは6月23日がとても沖縄にとって大切な日慰霊の日なんですけれどもまあ沖縄でもですね6月のこの前後っていうのは慰霊の日前後っていうのはすごく平和について考えるんですが現代人はなんせ。 忙しいですだからこそ月に1回でもこの曲が流れたときに平和とか沖縄戦とかそういうことを考えるきっかけになればということで20年以上続けておりますそんなご縁でですね今日はこのような司会という大役を務めさせていただきますので皆様とともに学んでまいりたいと思います。どうぞよろししくお願いいたしますさあそれでは 本日の出演者の皆様ご紹介させていただきたいと思いますもうこちら前の前列の席にですねそれぞれいらっしゃいますのでそれぞれどうぞ前の方にお座りをいただきたいと思います今日ははい、えー、いろいろな、はい、分野で活躍している方々が揃っております、えー、ご紹介させていただきたいと思いますさあそれではあ、じゃ皆さんお座りになったままでいきましょうかはい まずお一人目皆様から向かいまして右手側に、えー、今、えー、席整ってくださいました普天間長慶さんです拍手 <laughs>、はいえー、普天間さんはですね姫百合平和記念資料館の、えー、館長をなさっていらっしゃいます、えー、1989年資料館の開館時に職員として採用されまして2018年に戦後生まれとして 初めての館長に就任いたしましたそして現在に至っているわけなんですが2022年姫ゆり平和記念資料館は第11回沖縄平和賞を受賞なさっています会場にいらっしゃる方の中には姫ゆり平和記念資料館に訪れたことがある初めて訪れた感想とかいろいろな そ,えー、そして毎回沖縄に行くたびに訪れているよっていう方ももしかするといらっしゃるかもしれません今日はいろんな話伺えるといいなと思いますそしてお二人目です、えー、お二人目はか、えー、かずまりこさんですよろしくお願いいたします 先進国では7割から8割が助かる小児間が実は途上国では2割にも満たないという事実を衝撃を受けましてそれを改善すべく活動に参加したというかずさんなんですが琉球大学医学部を卒業いたしまして県立病院勤務を経て2017年ジャパンハート長期ボランティア医師としてカンボジアに赴任2018年からジャパンハート小児医療センター 小児科部長として現在活動中です、えー、世界をバックグラウンドに医療に携わる場所から見えるかかさん視点の平和についてもお話聞けるかなというふうに思います2014年ジャパンハートは第7回沖縄平和賞を受賞していらっしゃいますどうぞよろしくお願いいたしますさあ3人目は 朝からスタッフよりももしかすると忙しく動き回ってるかもしれません、アルベルトさん、ディアマンテスのボーカル、えー、ベル生まれのアルベルトさんは、ベルのカラオケ大会で優勝しまして、日本、そしてルーツのある沖縄へ、1991年にディアマンテスを結成、1993年にファーストアルバム、沖縄ラティーナでメジャーデビューをします。頑張って勝利の歌 「片手に三振を」など数々のヒット曲を生み沖縄を拠点に全国各地で精力的にライブを行っています現在の活躍については多くの皆さんが承知のことと思います。 以上それぞれの分野で国際的な活動をなさっていますお三方、えー、平和を願う沖縄の心について語り合いそして沖縄に関するさ、えー、まざ、あ、まな世代の皆様と一緒にそのメッセージを共有するそのような機会となるシンポジウムにできればと思っておりまますす、えー、本日どうぞおおお三方ももよよろろししししくく願願いいいいたた会場の皆様ます。 えー、お三方のですね詳しいプロフィールにつきましては、えー、先ほどお話ししました見開きのはい、えー、こちらの、えー、パンフレットにありますので、えー、ご覧いただきたいと思いますそして何度も言いますけれども皆様、えー、質問、えー、それからアンケートへのご協力も、えー、重ねてお願いしたいと思いますそれではシンポジウムをスタートいたしますはじめに玉城デニー沖縄県知事の ビデオメッセージをご覧ください廃災ぐすうようがなびら皆様こんにちは沖縄県知事の玉木デニーです沖縄の心平和啓発シンポジウム開催のご挨拶に先立ちましてまず一言申し上げたいと思います1月1日に発生した能登半島地震において お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様およびご家族の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。さて、本日は神奈川県川崎市のラ・チッタ・レッラに、沖縄にゆかりのある方、沖縄を愛してくださる多くの皆様にご来場いただき、誠にありがとうございます。今回、共済としてご協力いただきました、一般財団法人、 川崎・沖縄県人会の皆ままにも厚く御礼を申し上げます。これまで沖縄県では国際平和の実現に貢献するとともに、恒久平和の確立を目指し、沖縄戦の実相と教訓、平和の尊さを正しく次世代に伝える取り組みを展開してまいりました。沖縄県の取り組みをいくつかご紹介したいと思います。今から29 1995年年前の年には、 国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の使命を刻む記念碑として、平和の礎を建設いたしました。平和の礎へは毎年追加国名を行っており、これまでの総国名者数は24万2046名となっております。2001年には沖縄平和賞を創設し、2年に一度、 沖縄と地理的、歴史的に関わりの深いアジア太平洋地域の平和の構築、維持に貢献した方々を検証しており、今年10月には第12回沖縄平和賞の授賞式を開催する予定としております。2019年には沖縄県内において、身近な社会貢献活動に取り組んでいる方々を表彰する、チュラウチナー・クサナネ平和貢献賞を創設いたしました。沖縄平和賞と各年で開催しておりまして、 地域に根ざした活動が平和のさざ波として人や地域に影響を与え、平和で豊かな社会の実現につながっているものと考えております。同じく2019年からは、平和を希求する沖縄の心を広く県内外へ発信する沖縄平和啓発プロモーション事業を実施しており、児童・生徒などを対象としたワークショップのほか、次世代継承のための平和教育指導者の養成にも取り組んでおります。 本日のシンポジウムでもこの取り組みの一環で実施しており、平和の尊さや命の大切さ、次世代の継承をどう展開していくのか、皆様とともに考えていく機会にしたいと考えております。本日は第2回および第3回の世界の内南地大会のテーマソング、片手に三振をを歌い、国内外で活躍されているディアマンテスのボーカリスト、アルベルト・シロマ様、第7回および第11回の沖縄平和賞受賞団体から、 特定非営利活動法人、ジャパンハートお医者様の柿津真理子様と、ひめりり平和記念資料館館長の普天間長慶様にご登壇をいただき、カタラナ平和と題して、平和について語り合っていただきます。本シンポジウムを通して、県内外のさまざまな世代の皆様と平和を願う沖縄の心を共有することができたら幸いです。 ごたばを乗り、本日のご出演を心よくお引き受けいただきました出演者の方々に対し、心から感謝を申し上げますまた、この度、沖縄平和賞ではふるさと納税で寄付を募るガバメントクラウドファンディングを2月18日まで実施しております皆様の温かいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます結びに、ご来場の皆様の ますますのご健勝をお祈りするとともに平和を祈求する沖縄の心が県内外さらに世界中に伝わり恒久平和が一日も早く実現することを記念しまして私からのご挨拶といたしますぐすよう一平二平デイビル皆様本当にありがとうございます 天木デニー知事からのメッセージでございましたありがとうございますそれでは早速ではございますがこれから登壇者の皆様にご講話をいただきますそしてちょうどあの皆様向かいまして右手側の方には手話で本日は川崎市聴覚障害者情報文化センターよりお二人の方が担当してくださることになっておりますどうぞこちらもよろしくお願いいたしますさあそれではお一人目です 普天間長慶館長より、えー、次世代につなぐ平和の心をテーマとした講演を行っていただきますそれでは普天間館長よろしくお願いいたします皆様こんにちは姫入平和記念資料館の普天間長慶ですどうぞよろしくお願いいたしますえっとこの川崎市はですね実は私にとってゆかりのある町なんですあの戦前から戦後にかけて 親戚たちが働きに出ている町であり、私の父もですね。戦前、この川崎市の電気会社で働いていたことがありました。あの、今も川崎市周辺に住んでいる親戚がいます。だから、このようなゆかりのある場所で皆さんとお会いし、お話ができることをとても嬉しく思っています。よろしくお願いします。えっ、ー、と、えー、私が働いている姫入平和記念資料館は？ 沖縄本島南部の糸満市というところにあります。あの隣には沖縄戦で亡くなった姫入り学徒を追悼する姫入りの塔があります。えっと今日ご来場の皆様で姫入り平和記念資料館にあのいらしたことがある方、よ,よろしければ手を挙げてみていただけます。ああ、5割ぐらいいらっしゃいます。ありがとうございます。5割ぐらいありがとうございます。 えもし後の5割の方ぜひ沖縄にいらしたら私たちの資料館にお越しください心よりお待ちしていますあのひめいり資料館はですね開館以来、えー、たくさんの方々が訪れてくださっていましてあの国内の平和資料館の中では広島と長崎について3番目に入館者が多い資料館なんですそのほとんどは県外からの方で半分近くは 学校のの生徒の皆さんでひめり資料館は多くの方々が沖縄戦の歴史と出会い場でありそしてあの沖縄の平和学習にとって欠かせない場所となっています。これからひめり資料館の取り組みについてお話をしたいと思いますがその前に、えー、沖縄戦とは何だったのかということを少しだけお話ししたいと思います。79年前沖縄は 日本軍とアメリカ軍の決戦場となりました90日以上も激しい砲爆撃が続いて20万人余りの人々が亡くなったんですねそのうちの61%は沖縄県民県民の実に4人に1人が命を失ったんです沖縄戦では砲爆撃の中を逃げているときに親が子供を捨てて逃げたり幼い子が泣き出すという理由で 母ととと子ががから追いい出されるということが起きましたまた米軍に追い詰められた住民が集団で強自決あの強制集団死ということが起きました敵に捕まるよりはと父親が妻や我が子をカミソリやロープや釜などで殺すということが起きたんですねそして味方である日本軍によって住民が豪から追い出されたり 食料を奪われたり、スパイ容疑の濡れ衣を着せられ。殺害されるということも起きました。本当に、まさに、あの。人間が人間でなくなってしまうという状況が。沖縄戦では起きたんです。その沖縄戦には。一般の住民、あの兵士だけじゃなく、一般の住民も動員されました。その中に。十代の男子生徒や女子生徒たちもいました。 男子は14歳から19歳軍隊の一番下に組み入れられて、えー、爆弾や食料運びをさせられたり合、えー、掘りをさせられたり中には銃を持たされて戦いに参加させられた者もいます。女子は15歳から19歳軍の野戦病院に動員されて負傷兵の看護にあたりました。 今日は時間がありませんのでその詳しい内容について話すことはできないんですが90日以上も続いた激しい戦いの中でその多くが負傷し亡くなっていったんですその最後はあの無残なものでした砲弾で飛びあの吹っ飛ぶものそしてガス弾攻撃を受けてもがき苦しみながら亡くなっていくものり料弾を爆発させて 自決してしまうものなど、その多くがですね。最後はお父さんやお母さんの名前を呼びながら亡くなっていったんです。あの、沖縄戦が終わって、生き残った学徒たちはそれぞれ親元へと帰っていきました。親と再会した時には生きて良かったと喜びましたが。生き残ったことを手放して喜んだわけではありませんでした。 みんな学友と一緒に戦場に動員されたのに学友は亡くなって自分だけ生き残ってしまった生きるも死ぬも一緒よと誓い合った学友に申し訳ないという思いを抱くようになったんですそれから亡くなった学友の親御さんたちの娘を失った深い悲しみを目の当たりにして自分は生きてていいのかと一層自責の念に駆られたせいと思います戦後戦争による心の傷後遺症で苦しんだせいと思います そのようなさまざまな思いから生き残った学徒たちは戦後長い間自分の体験を語ることはありませんでしたでも戦後40年近くたち戦争体験が風化していく中でこのままでは無念の思いで亡くなった学友たちのことがなかったことになってしまうまたあのような戦争を二度と起こしてはならないという思いから自分たちが体験したあの戦争の実相を伝える 平和資料館を作ることを決意するんです約7年の歳月をかけて、えー、35年前の1989年6月23日に姫入平和記念資料館が開館しました開館後元姫入学徒の皆さんは資料館の証言員となってこの写真のようにですね、えー、展示室で来館者に説明をしたり県内外で 講演をををしたり戦争体験を伝える活動を始めます彼女たちの語りからは戦争の実相がよく伝わるとして多くの皆様が熱心に耳を傾けてきましたまた彼女たちは自分たちがいなくなってもこの戦争体験を未来にわたって伝え続けることができるように次世代継承にも取り組みました。あの自分たちの証言を映像に撮って それを展示室で上映するようにしたり戦争体験を伝える活動を受け継ぐ次世代の戦後世代の後継者を育成してきたんですね現在彼女たちは95歳以上になっていてもう資料館の活動からは退かれています亡くなられた方もいらっしゃいます今資料館の運営や戦争体験を伝える活動は彼女たちからバトンを受け取った 私たち戦後世代の職員がになっています。ひめ見資料館は3年前の2021年に大幅なリニューアルを行いました。あの戦争から75年経ってですね、戦争からさらに遠くなった世代にはこれまでの展示では伝わりづらくなっているのではないかという問題意識から天井変えることにしたんですね。あの まあリニューアルで試みたのはこのスライドにあるようにイラストとか映像など見てわかる展示を増やして伝わりづらいことを分かりやすく表現するということでしたまたひめり学徒たちのです、ね、生き生きとした学校生活をできるだけ表現することにも力を注ぎましたそのよようなここととをすることによって、えー、若い世代が、 当時の姫入りの生徒たちも、今の自分たちと変わらない人たちだったんだと感じてもらい、あの戦争体験を自分ごととして受け止めてもらうことにつながるのではないかと考えたんですね。展示の最後には、姫入りの戦後という新しいテーマの展示を追加しました。もしあのまあ、来られたことがある方でも、リニューアルの、 展示をまだご覧になっていらっしゃらない方、ぜひ今度お非難にいらっしゃるときに姫路資料館まで足をお運びください。またまたあのリニューアルの展示はですね、見やすくなったとか分かりやすくなったと好評なんですけども、でも展示を見たり話を聞いたるというだけではどうしても受け身的になってしまいがちです。若い世代に戦争と平和の問題をもっと自分ごととして考えてもらうためには、もっと あのどうすればいいのかをこう模索する中で始めたのがこの主体的あの高校生が同世代へ伝えるためのワークショップという取り組みですね。これはあの私たちの貸し出しパネルを使って高校生に同じ生徒たちにガイドをしてもらうようになるための,あのまあワークショップなんですけどもこの取り組みを通して生徒の皆さんが戦争体験を 戦争を学ぶことに、沖縄戦を学ぶことにつながるし。で。伝える技術も身につくし、何よりも。自分たちが沖縄戦を伝えるんだという、あの。意識にもつながるんじゃないかと思っています。その様子を見学したんですけど。あの、生徒の皆さんがです、ね、めっちゃとかですね。何年だからさ、とか、あの、若い世代ならではの。 まあ沖縄の若い世代ならではのあの言葉遣いでガイドするので、えー、聞いている生徒たちもあの気軽に参加できるし、お互いに対話も生まれて、本当にいい本当にめっちゃいい取り組みだなと思ってます。<laughs> えっと今また海外への発信交流にも力を入れています、えー。昨年の9月からですね、今月末までハワイで。 姫入りとハワイというテーマの展示会を開催しています、えー、オープン以来たくさんの方々にご来場いただいていてハワイ州知事もお見えになっていましたで見学された方々からは太平洋戦争があったことは知ってたけども沖縄という島でこんなことがあったんだと驚かれていましたまた戦争を遂行する軍の側からでなくあの戦争に巻き込まれた市民の側から戦争を考えることができたと おっししゃる方もいましたあの2週間前にはハワイの方々とその展示を使ったワークショップも行いましたそして今日時間がないので最後になりますけどもあのご存知のように現在ウクライナやガザで激しい戦闘が続いています本当に大切な命が奪われ続けています私たち沖縄周辺でもですねいわゆる台湾有事をめぐって あのミサイル配備など軍備が増強されたり与那国のなどの離島の人々を日本本土九州に避難させる計画が立てられたり自衛隊と米軍の,あの合同演習が激化したりまるで沖縄を戦場にすることを想定しているかのような動きが強まっていますそのような中で沖縄では沖縄は二度と戦場にしてはならないという声が広がっていますしかしか一方で 平平和和を訴えるだけででは平和は実現できない。抑止力を高めるためにも米軍基地が必要であり南西諸島の防衛力を強化していくことが必要であるという意見がです、ね、支持され徐々に広がっているというお声もあります。本当に今あの東アジアではです、ね、中国の海洋進出とかそれから えー、北朝鮮の核ミサイル問題など厳しい国際情勢があるんですけども、まあ、抑止力をです、ねえー、のための軍拡競争は一歩間違えると本当に取り返しのつかない大きな危機を招いてしまいますだから私たちは今このような状況だからこそです、ね、あのアメリカや中国や日本の指導者たちにこの抑止力のための軍拡がいかに危険であるかそして 対話と外交努力がいかに大切であるかということを強く強く訴えていかなければならないと思いますはい、えー、最後に一言あの戦争を体験された方々はあの二度と戦争を起こしてはならない二度と若い世代に、えー、地獄のような体験を味わわせてはならないと戦争体験を伝え続けてきました今バトンは私たちに渡されていますぜひこれからですね絶対戦争を起こさないようにみんなで 声を上げて行動していきたいと思いますぜひよろしくお願いしますご清聴ありがとうございましたふ山ま館長ありがとうございました それでは、続いて、かかずまりこさんと参りたいと思います。けれども、もう時間限られてますので、本当にあの、私たちもシビアに、館長、これで、というあの合図もさせていただきながら、えー、今やっているところでございます。あのぜひ、質問などは、先ほども、えー、ご案内しましたが、えー、見開きのパンフレット、えー、右下の方にあります。QR コード、えー、質問のページ、QR コードと、えー、読むあの QR コード、別になっておりますので、質問は質問の QR コードから。 よろしくお願いいたします。さあそれでは、えー、マリコさんの準備も整いました。それではかかずまりこさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> NPO 法人ジャパンハートの小児会氏かかずと申します。今日はあのカムジアでの取り組みを通してあの沖縄とあとアジアをつないで平和についてちょっと考えることができればと思います。 ちょっと簡単な自己紹介。私、あの那覇の出身で、あの琉球大学を卒業してまあ、沖縄の県立病院ですね。で、あの研修を終わった後に静岡2年間、あの研修小児癌の検診研修をして、沖縄に戻って県立病院でトータル10年ぐらい働いた後にあの海外に行くことを決めました。医者になった頃はまだあの沖縄県内の特に小児医療がまだ県外と比べると少しこう。 あの劣ってる点があった県外に行かないと治療できないようなのがあったのでそれを変えたくて小児科医になって県外で研修もしたんですがもう私が医者になってあの研修を終え,て終える頃には小児病院もできていてもう沖縄県内のレベルっていうのはもう県外と変わらないぐらいにあの良くなっていました一方カンボジアですとか周りの,この東南アジアの国々を見てみると日本だと当然もう治るはずの病気が全く治らないっていう現状にすごく それが悔ししく思ってしまってまでカンボジアに行く前にですね2017年に一回退職をしてちょっと一度やってみたかったのは世界一周旅行ということに行きまして、まあ、ペルーのマチュピチュですとか、うん、あとはボリビアのウィニーコとかあとまあイースター島とかあのいろいろ行ってもうやりたいことをやった後にあのにカンボジアの方に赴任しています今もカンボジア7年目ですね今あの子ども医療センターの,あの小児部長としてあの活動しています。 今私の属するジャパンハートについてお話ししたいと思います。ジャパンハートは2004年にあの日本発祥の国際医療 NGO として小児外科医の吉岡秀人先生が設立されました。 当初、ミャンマーだけで診療をしていたんですけれど、今ではあのミャンマーだけではなくて、まあ、カンボジアですとかラオスという周りの国にも活動を広げていますし、日本国内では離島へ地の医療支援ですとか、あとはコロナの感染で大変な時期はあのクラスター対策ですとかもあの全国で行っていたり、被災地の活動というのも今実施しています。ちょうどあの元旦に起こった能登半島地震の大変な被害を受けて、本当に被害者、被災された方にも本当にあの、うん。 大変だと思うんですけれど私たちの団体も翌日から救援活動に入っていてあの救援物資の搬送ですねあの隣の富山県にあのいますのであの救援物資を搬送することあとはあの医師ですとか看護師をあの派遣して、まあ、カンボジアからもあの日本人のスタッフを。 いや行ってあのこういった避難所とかであのこの避難している方々のあの健康とか生活を守るっていうのを活動を今も続けていますあの東日本大震災の時もこういった活動をしてたんですけど私たちの団体こういう短期的なものではなくて中長期であの活動あの続けてこういった支援というのを続けていきたいと思っています。 で沖縄県とのつながりですね沖縄県からは2014年に第7回沖縄平和賞を受賞させていただきましたそのつながりもあってあのコロナの感染の時に特に沖縄県すごくあの感染者数が増えてあの病院だけじゃなくて介護施設とかも非常に大変な状態になったんですねあのこう感染した方がいてかといって病院にも移動できないということで非常にこうクラスターといういわゆる あのたくさん患者さんが発生するのが起こってしまったんですけど職員も足りない中で私の団体あの全国に派遣してたんですけど特に沖縄県にはもう100人以上の看護師さんを派遣して、まあ、感染対策ですとか現場の,あの患者さんのケアも含めてさせていただいています。でそれもあって年には沖縄県とこの大規模の 災害時等ににおけるる支援活動に対すす協定ですねこういったのを結んで例えばこういった感染症で沖縄県が大変なときあとは、まあまあ、仮に万が一地震ですとかそういった災害が起こったときに私はすぐにサポートに入れるようにという協定を結んでいます。 海外ででの活動もともとミャンマーという国から活動を始めましたあのこちらの病院で医療活動を始めてあの実はミャンマー2020年にクーデターが起こってからというものの医療活動かなり制限をされてるんですけどなんとか細々と続けていますであの他はラオスですとか今一番大きいのは私がいるカンボジアの方ですねカンボジアの方で2016年に拠点となる病院を設立してあの現地の あの日本人医師が初めメインにやってたんですけど日本人の医療者だけではなくて現地の医療者も,もう今育てて彼らにあの知識や技術の伝達を行って彼らが今担うままでになっていますカンボジアに関してもあのご旅行とかで行ったことがある方がいるかもしれないんですが人口1800万1700万人弱ですね日本の8分の1程度ただすごい若い国で人口の3分の1が子どもですね15歳未満です。 でまだ農業がメインであのどうしても最低賃金というのが200ドル未満あの非常にこう生活としてはそんなに楽ではないけどただあの徐々に経済発展していって少しずつあの生活が楽になってるっていう段階ですね。で医療保険に関してはやはりちょっと入っていない方が多くてというのは日本みたいな介保険制度というのはないので7割の方が無保険っていう。 状態ですですので病気になって病院に行ってもっ高い医療費を払わないと治療してもらえない最低限の医療も受けられないという方がこういらっしゃいますでまたあの歴史ですねあのやっぱりポル・ポト政権による大虐殺というのももう約50年前にありましてこの時にこの極端な共産主義を訴えたポル・ポトによって大部分のこの知識層っていうのが虐殺されるという悲劇がありました。 で彼らは本当にもう全員を平等なあの農民にするために特に知識層、まあ、教師ですとか、まあ、医療者ですね医者とか看護師とかあのこういった人を集中的に虐殺したのであの当時の人口の800万人のうちの200万人ですね、まあ、4分の1が亡くなったというふうに言われています。ですのであのこういった影響もあって非常にこう医療のシステムがあの脆弱というのがあります。 やっぱり虐殺の後にその後内戦が続いてです、ね、あの医療システムが一回崩壊する形になりました医者も足りないですし彼らを教育するような人も圧倒的に不足していて医療水準は低いですしいまだに病院に行ってもちゃんと診てもらえないというので国民の,あの医療現場に対する不信感というのも強いのが現状ですで子どもに関しては子どもの人口が人口の3分の1で多いんですけれど乳幼児死亡率がやっぱり日本の10倍以上なんですねというのも あの圧倒的に商品の治療をできる施設が少ないですしお金が払わないとプライベートの病院を見てもらえないということでも皆さんもチャリティー病院に集中してしまうという現状があります。で私たちジャパンハートそういった現状を変えるために子ども医療センターというのを設立しています。はじめ20年以上前は感染症というのでいわゆる亡くなることが多かったんですね。 あのただ、今もう2、30年経ってワクチンがだいぶ普及して、8割以上の方がワクチンを、子どもの場合、ワクチンで予防できる病気が非常に多いので、ワクチンを打つようになった、あとは衛生環境が良くなったのもあって、だいぶあの死ぬ病気が変わってきました、最近はがんですとか、脳血管障害とかで亡くなられる方が多いのが現状です。で、あの私の専門とする小児がんというのは、日本だと年間2000人ぐらいが発症して、だいたい8割は助かるといううに言われているんですね。 ですがカンボジアのような国だと本当に2割も助からないというこういったあの大きいギャップがありますで私たちの病院2016年にまず大人の方対象に病院建てたんですねでところがあの子どもさんたくさんいらっしゃるんですよ特にがんって言われました他の病院だともう治療できないからお家であのお家に帰ってお家で見取りなさいって言われましたみたいな形で来る方がいて初めは日本に送ったりしてたんですけどとても間に合わないので2018年に自前で小児病院を作っています でここで小児の全般ですね、あの小児の全般の病気もそうですし、まあ、小児がんを含むあの手術が必要な小児がんの病気、外科の先生はいらっしゃるし、私があの小児の,あのがんの専門ということで抗がん剤治療をやりつつ、あの他の病院は白血病とか治療してるけど、こういったあの固形がんっていうのをやっていなかったので、こういったのをあの初めに始めて、日本から専門のチームを呼んでっていうふうにしています。で目標としては、アジアの小児の拠点病院となること。 優秀な医療者を育てていって持続可能な医療にしていくことで2030年には現地スタッフによる運営というのを目指していますで今までにまあ小児がんだけでいうと本当に年間あの今までに5年間で300人以上見てきましたであの徐々に患者さん増えてきていてきい あの当初もう本当に2割も助からなかったんですね、うちに来てももう手遅れでも全身に転移してしまっている状態だったのが、ここ最近の結果だと、もう本当にあの6割、まあ、5割以上、まあ、トータル言いうと5割以上、最近は6割以上の患者さんが助かるようになってきています。ほ、まあ、他の病院にあのちゃんと治療してるっていうのがね、周知されてきたのと、あのーまあ、早めに送ってくれることが多くなったので、だいぶ良くはなっていますが、まだまだ日本に比べると、あのー、やっぱ亡くなる患者さん、多いです。今までにに本当に100人以上の患者さん 見取ってきました例えば患者さんこの子とか8歳の女の子で肝臓にあのあのたまたまこうお腹に何かしこりがあるということで肝臓のがんに気づいて、まあ、来た時あのそんな状態は悪くなかったので抗がん剤ちっちゃくした後にきれいに取り切っています。でこの子はもう5年前の AC の広告にも出てましたけどあのこの後もう元気でもう今中学生ですね。 あのこういった感じで早めに発見されて治療がうまくいけば本当に普通にあの社会に戻っていって大きくなってまあ将来はあの医療者になりたいっていうふうに言ってくれていますただですねこ,うこの子は2歳の女の子で1歳の頃からあの腎臓の方にがんがあるって言われてたんですけどもどこも治療ができなくてたらい回しになって結局諦めてたところにうちの病院に来てくれて手術で取ってまあ元気になってお家に帰って。 あの家族と過ごしてたんですけどその後やっぱりもう進行していてあの再発して亡くなってしまいましたでこの写真の患者さんみんな亡くなった患者さんなんですけれどただあのもう来た時にはかなり進行していて助からないっていうことがすごくやっぱり多かったですただそれでもあの治療が効いてくると一旦元気になってお家で家族と過ごせるようになったりであの亡くなる時もご家族が本当にこう最後まで見てくれてありがとうっていう。 風に言ってくれるんですねなのでどうしても命を救えないことはあるんですがあの心を救うことは少しはできたかなと思っています。 本当にカンボジア人の現地のスタッフが今も頑張ってくれていてコロナの影響で本当に年間2 300人ぐらい短期ボランティアさん来てたのが全部来れなくなってしまってもうどうしよう,もう自分たちでやるしかないっていうので火がついてですねもう今では、彼らが中心に診療をやっています、まあ、遠隔でつないでこうアドバイスをいただいたりはするんですけれど今、大部分の診療を彼らが担うまでに成長しています。 もう今100人スタッフがいて 80%, は,80はカンボジア人のスタッフですので彼らが回している感じですね、まあ、こういった活動を通してまあこういった NHK ですとかあの民放の方とかに取り上げていただきましたただ仕事ばかりしてるわけではなくてあのカンボジアでもあの県人会の活動を実はやっておりますあのカンボジア県人会まだ10年ぐらいですけど20人ぐらいで活動してましてあのまあ毎月あの主に飲み会があの活動のメインですけどこういったあの三振を 私もあのカンボジアにいて初めてあの三振を始めましてあの三振教室ですとかやっていますなので歴史あるの川崎の県人会をちょっと見習ってちょっと県人会活動をあのちょっと続けていこうと思っていますで最後ですねあの今後の展望と伝えたいことということでまあ沖縄県ってすごくやっぱアジアと近いんですね沖縄から見ると本当にカンボジアとあの北海道が同じぐらいの距離になります でですのでそういった近い距離というのをアジアと近いのを生かして人材育成というのをしていきたいと思っています。他社の団体は小学生って高校生出たばっかりで医学生ですとか看護学生も支援してますし彼らが育っていって私たちの病院でトレーニングしてカンボジア国内に医療を良くしていくというのをやってますしあとは日本に半年とかの研修に行ってそれで勉強して帰ってくるような形でやってたりとかしています。それ,それ以外にもオンンラインの あの交流会会ですとか実践のの機いいうのを今後も作っていきたいいと思っていますただまだ当院人手が足りないだとか設備もやっぱ不十分なので2025年来年にはこのアジアジャパンアートアジア小児医療センターっていうのを会員してもっと広くの患者さんをあのカンボジア国内だけではなくあのミャンマーですとかラオスとか別の国からもあの受け入れる予定ですまあこういった感じでこうクラウドファンディングもやっていてですねまああのこの間達成したので来年の会員に向けてあのしっかり準備を進めていきたいと思います。

最後にやっぱりボランティアで私ずっとやってるの大変だねとか言われるんですけどこれ誰のためにやってるかと,いうと自分のためなんですねこの人を助けるることがが自分があの満たされているそのことで自分が一番幸福になっういうのももう自分で決めるやっぱ主体的になってあの自分で選択して結果に対して責任を取るで人のせいにしないっていうのがやっぱりすごく大事だし自分の人生は自分で決めるというふうに覚悟を決めると本当にたとえうまくいかなくなったとしてもあ,のあまり後悔しないなっていうふうに 感じています。でですね。あの、私好きな沖縄のことはナンクルナイサーってあるんですけど。ナンクルナイサーの本当の意味って、まこと嘘系ナンクルナイサーなんですね。これは、あの、くじけずに正しい道を歩むべく努力すれば。 いいいつかきっっと良い日が来るっていう意味になりますですので、まああの辛いニュースが多かったりちょっと平和を脅かすようなあの出来事が多かったりするっていうのはあるんですけれどただそういう中でも自分が信じる道正しいと思う道をあの進むであのちょっとでも勇気を出してやってみるっていうふうに行動してみるっていうふうにすると自分も変わるし周りも変わるしひいては世の中も変わっていくかなと思います。 ねご清聴ありがとうございましたありがとうございました,りましたマリコさんにはカンボジアの医療活動そしてご自身の生き方、えー、いろいろお話伺いましたありがとうございますそれでは続いては、えー、アルベルトシロマさんよりアルベルトさんには歌踊りに見る平和の心と題してそうですねお話伺いたいと思いますいお願いします え皆さんこんこにちはあのアルバルトでっき、えー、ね加かさんのファンクルナイさんという言葉の意味初めて分かったんですけどちゃんと分かりましたあのはい正しい道をねあの、えー、歩めばんとかんとかなるそうしようはいあのありがとうございますあのそうですねえー、あの僕がえー ベルで生まれ育ちまして、あの20歳までなんですけども、あのー、そうだね、僕は本当は子供の時に、えー、本当幸せだっていう思いでしかないくて、でもそれはやっぱり、あのー、沖縄から渡ってくれたおじいちゃん、おばあちゃん、そして頑張って育ててくれたお父さん、お母さん、ねまあ、1世、2世。でもその その間っていうのはとてもあのあの長い、ね、年月たってるわけでね僕でもそれもうみんな頑張って努力して自分たちただ本当に生まれてきたら何でも揃ってるという本当に、えー、ペルーという国は本当にこ私たちを受け入れてくれたことに対しての感謝本当にありますで,あのでもそのペルーという国どういう国かっていうとねやっぱりあのうーん まあこのえー、多分カンボジアにちょっと似てるところがありましてあの、えーまあ、貧困はのひどいところもあったりでそれであの社会ちょっと乱れたりするわけよねでであのいつもこうペルーという国ではあのこう力ある人たちいわゆるお金がある人たちというのはほんの少しで,で中流 頑張ってなんとか本当に自分たちの仕事を頑張ってえちゃんと豊かにあの生活できる人たちその中にいるのは多分まあ大半の日本人というか日系人の皆さんですねえでもそれ以上もう何,何倍ねえ以上の,そのえ教育も受けられずねご飯も食べられずという人たちもいますです何が生み出すかといったらあのやっぱり バイオレンスっていうか、暴力に走ってしまうっていうか、これはやっぱり社会のこのアンバランス。だから人の欲っていうか、それを生み出してしまうことが、やっぱりそれに、やっぱり戦争につながるんだよね。うん、人の欲っていうかね。 自分だけさえ良ければっていうでも、そうだけじゃなくて、自分はもうお腹が空いて、なんであなたたちだけいい生活できると見ている人たちはいるから、なんかこう、そのこう、なんていうかね、感情を抑えられなくて。で、ううそういうことが、自分はこう、ある時からペルニがあるのは気づいているんですね。それはちょうどね、16歳の頃だね、高校、 えーまあ、日本でいうと高校1年、1, 2年生。ペルーではね、ちなみにあの、えー、ペルーではあの日本の教育とちょっと違ってね、小学校6年生まであって、でその後あの中高は5年で終わる。まあ、11年ですね。大学は5年なんですね。ちょっとまあほぼ一緒なんだけどちょっとあの、ね、やり方はちょっと違うだけでねで。僕は16歳、早く学校に入ったことで、 もう高校は16歳であの卒業してで大学に入るんですけどもその大学に入る瞬間ってやっぱり今までも幸せに暮らしてきたのが一気にあの目が覚めるというかペルーという国はこういう国だったのかといういろんなことがありましてあのあのやっともう自分で選んでいく道じゃないですか大学行くっていうのはね僕は建築大学に入ったんですね実は。 でなぜ建築大学に入ったかといったらあのとにかくあの歌手になりたかったのに父がそれは許せなくて何でもいいから入りなさいと <laughs> まあみんなそうですよ大体ねはいねあの勉強しなさいとこれ当たり前なんですけどねおじいちゃんおばあちゃん頑張って稼いで子どもたち誘育てて素晴らしいねあの弁護士さんであったりあの商売人にしたり ね、お医者様になったりするわけをね、だから、その 1, 1世、2世から、ね、また3世代にわたって歌手になるなんてありえないという <laughs>、ね、親が、親がの、ね、気持ちそうでしたので、あ分かった、じゃあ、あの僕はいろいろあの学校で,ではね、卒業する前にテストをくれる、まあ、アンケートみたいな感じで、そしたら、あのカトリック系の学校だったから、あの3つの職業あの出たんです、僕は。まず1つ,1つ 新婦、新婦、ね、様なりなさい。あそうねいや、ちょっとどうかなと思ったんだけど、2番目あの、学校の先生。ああ、まだいいかな。うちのおじいちゃん、学校の先生だったから、沖縄でね。で、もう1つは、あの建築家だったんですよ。僕は絵とか大好きでね、あのアート好きなんで、それで、あこっちの方が良さそうだなと。ね、こっちの方が良さそう。それであああのあのあの あの僕はそれであの学校でいろいろ学校に通う時にあのそのあのまあバス停とかねお金ちょうだいっていうあのペルーのこと田舎の,あのよく皆さんペルーのことはマチュピチュでしてるよねマチュピチュでこのアルパカ歩ルカしてるおばさんああいう感じの まあリマというのは都会なんですけど、そういうなんか一生みたいな感じで、座ってお金ちょうだいで子供五六人座らせてお金ちょうだいって言ってであれ、僕はバス,バス代しかない,ないっていうと思いのあげたいんだけどあげられないっていうこ、のこの気持ちっていうのはもねも、あって、それであ、あやっぱり勉強しないとと思ってね、大学頑張って、それで、そのペルーではあの大学行ったけれども、のこの、 あのだろう現実はやっぱり見てて、僕はペルーで建築、いい建築になって、みんなこう家に住んだりするといいなとかね、それで頑張っていたんですけども、もう疲れちゃって、疲れちゃってとっていうかね、もうあかんげすぎて、ストレス抱えて、引きこもりになっちゃった、今度逆に。その時に僕に作ってくれたのは音楽だったんですね、音楽。合唱団に入った日系人の。 もうもうこう若い人たちから、まあ、年配ので一番もうあの若かったんだけどそこで自分はあやっとなんか、ね、1年間僕は引きこもりしてましたから、ね、ペルで、ね、お薬も飲んでもう外出られてもうだけど音楽が、まあ、合唱団に入ってやっとこう歌が好きだったからでそれであのペルで何とか音楽で救われてで歌手になりたいと思いながらであの。歌手になりたいと思いながら 今度はあの,のど自慢大会がありましてそこに僕は優勝して日本への航空券いただいたんですねでその航空券で日本に来たら歌手になりたいけども東京は無理だとで沖縄に来ましたで沖縄で歌手になれるかなでもあそこにやっぱりみんな言うのよ何くるないさ頑張りなさい <laughs> と言ってね <laughs> そしたら居酒屋でバイトしながらあの古典音楽の先生に出会うんですね三新先生 あの鍵屋で風やるんですよ。で、歌詞のは4行しかないんですけど、5、6分かかるんです、これが。で、せいざやりなさいって言うんだよね。椅子に座ってできないよ、せいざ。先生、これもう言いたくて言えなくて。で、やっと日本語覚える。あ僕はペルーで日本語使ったことないから。で、やっとちょっと喋るようになったら、先生、これなんでこんな長いんですかって言ったら、その時僕は、すごく感動しました。これはやばね。 花が咲くこの瞬間の幸せのようなものってああこれは平和だ沖縄の人たちの心がここから始まったんだとそれ僕は沖縄であ,あ歌手なるならばこれはちゃんと知らないとと思って1 9 9 1年ディアマンティス結成して心誓って本当に沖縄の,そのつらい思いをね二度と 繰り返さらないように音楽で頑張っていこうと思いました、えー、ご清聴ありがとうございますアルベルトさんありがとうございました建築の大学へお住みになってたんですね <laughs> いやいやあの沖縄にはですねアルベルトさんが手がけた作品があの見られるあの大きな建物にねペイントしたりとか私が勤めてる FM 沖縄にもあったりとかあと裏添えとかねあと沖縄沖店の常連さんでもねいらっしゃいますぜひそういう作品をまた楽しんであとストリートピアノあります。 空港に奈波空港にありますのでピアノ弾ける方はぜひあの写真撮ったりとか弾いたりとかもしていただきたいと思います。えー、アルベルトシロマンさんでした。えー、それぞれ、えー、お三方にお話を伺いました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。 さあ先ほどからお願いしておりますけれども、えー、それぞれにお話を伺いたい質問があるっていう方は QR コードからというふうに今もしあこの方にっていうのがありましたらまた今でも間に合うかもしれませんので送っていただきたいと思います、えー、この時間までに届いているものを紹介させていただきたいと思います今スタッフが大慌てで書いてくれましたありがとうございます、えー、かかずさんへ質問まず 世界で紛争がが多多発し、くくの方が亡くなっています。紛争地域で亡くなる医師もいるというニュースをご覧になり、加賀井さん自身はどう感じてらっしゃいますかということです。 ごご質問ありがとうございます、まあ、非常にその紛争地域、まあ、イスラエル、まあ、ガザの方で亡くなっている方がやっぱり多くいらっしゃったりだとかウクライナで困っているやっぱり方々も多いとかいうふうに聞きますし私たちの活動するミャンマーですね実際にスタッフたくさんいますけど家が燃やされてしまったりだとか本当に命の安全が脅かされる状況があるんですね。なのでもう特にに紛争地で亡くななってるる同じようなあの意思を見ると本当に心が あの痛いよくわかる助けたい命がやっぱり目の前にあったらすごい頑張っちゃうんですけどまあそれで自分の命もあの失ってしまうっていうのが本当にやっぱり見ていて大変つらいですですのでまあ彼らに本当に共感するし彼らの活動を関心を持ちつつ知りながらやっぱりこう自分のできるところからまずはちょっとやっていこうかなっていうふうに思っていますでまあでも彼らの本当に活動は本当リスペクトしてますしただあの自分のできること っていうのもちゃんと把握してまずは自分の周りですとか自分のできる範囲のことから本当にちょっとずつあの本当に勇気を出して少しずつ背伸びしながらこのやっていくもうコツコツ積み上げていくしかないのかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。質問もありがとうございました。そして続いてはですね普天間幹長に。 子どもは町田市の私立小学校の総合学習で沖縄を学びましたこの学校の子どもたちは毎年秋の沖縄学習で姫ゆり平和記念資料館を子どもたちが訪れています資料館を訪れ展示やお話を聞く子どもたちの受け止め方の変化など感じることはありますかということです先ほどあの資料館ね訪れる方沖縄を ね、いらっしゃる方で子どもたちも多いと話していましたが、ね、確かに戦後、まあ、79年なので今の子どもたち本当にもう祖父の世代も戦争を知らない世代になっていて遠くなってあのそれ以前の世代は当たり前のようなあの感じで感じていたのが、まあ、ま,ずは感じまずは感じることが少なくなっているのではないかとは思うんですよね。 でもあの、まあ、接していますとですね、やっぱりそういう子どもたちであってもあのきっかけとか取っかかりがあったら非常に興味を示してくれるんですよだからやっぱり確かに戦争が遠くなっていくけどもあのやっぱり大事なものを伝えたい平和の心とか大事なことを伝えるためには私たち、まあ、皆さんのそうです世代が頑張ってやっぱりいろんな工夫をしながら。 この子どもたちにきっかけやとっかかりを与えていくことだなって思っていますねはい。ありがとうございます続いてはアルベルトさんに、えー、この青い空を君にのディアマンテスの歌が大好きで、はいえー、何十年経った今もよく聞いています<ー>アルベルトさんがこの歌を作った頃と今の感じ方って違いますか作った頃の当時のエピソードも聞きたいっていう,ふうにいただきました、はい、ありがとうございます質問ありがとうございます あのこの曲はですね本当にあの、えー、やっぱりこの今,今とまた同じ気持ちで本当にあのこの「あこのそよを君に」っていうのは実は僕はあの、えー、沖縄で、えー、結婚して家族できてで長女が生まれた時にあの普天間第二小学校っていうその横で僕らあのアパートを借りてたんですねでもう普天間基地のすぐ隣なんです。 だから毎日もヘリコプターの音を聞いたりするけど、も時々ジェット機が飛んでくるんですねで。ジェット機の音は本当に、ジェット機って戦闘機ですよね。ジェット機って戦闘機なんですね。音がま本当大きいんですよ。びっくりしますね、大人でもで。ち,ちょうど頂上のモニカ、今ペルーで踊ってますけど、ペルのダンスやってますけど、彼女はまだ何ヶ月かな、もちろんまだ一になってない。 本当にまだ5、6ヶ月ぐらいのときにねまだ歩けてないか歩けていなかなった、この辺は年齢をはっきりしていないところもあるんですけど、その戦機が取るときは、この家のカーアパート、ねマンションのカーテンにしがみついてこう怖がっていて、ちょうどそのときは、また沖縄では、大きな事件がありまして、レイプの事件がありましてね。 で県民投票もありまして、もうとにかく沖縄はすごく揺れる時期ではありまして、そしてこの曲はあ、まあ、沖縄の空、沖縄の空ではないんだと、で,できたのはこの曲はその、まあ、きっかけにできた曲なんですね。あの娘にこの沖縄の空を貸してあげたいと、沖縄にはその空をいつか貸してあげて、貸えるといいなと,という思いで作った曲です。はい、これからも多分その方は聴き続けてくださるでしょうね。ありがとうございます。 さあえー、そろそろ、えー、まとめれば大丈夫ですか、はい、すごいね、今便利だね、QR コード、<笑><笑>たくさん来すぎて今選べないっていう <laughs> 悩みが、えー、一番上のでいいですか、はいえー、普天間長慶さんへ、沖縄出身で大学進学とともに上京し、10年以上ここに住んでいます。 えー、沖縄戦、えー、平和の大切さ現在、日本が迎えつつある、えー、軍拡について、えー、自分事として危機感を感じることは多いです。 しかし、えー、周りと平和に関しての意識の差を感じることが多々ありますこの方は沖縄出身で県外にいますんでいらっしゃるということなんですね沖縄の人たちだけが平和を願うのではなくより多くの人に自分事として捉えてもらう必要があるのかなというふうに思います戦争体験者と離れていく世代へ伝わりやすい展示に変えたというお話がありました私のように内南なとして、えー、内地で生きる個人が周りとの平和に対しての意識の差を感じた時にできることアドバイスいただけると嬉しい 欲いです。っていただきました。はい、お願いします。ですね。あのすごい難しいど。どうしよう。あ、そうでもそう思ってくださってる。本当にあの共感しますね。あのありがとうございます。あのそうなんですよね。あの、本土県外にいるだけじゃなくて、沖縄でも若い世代の皆さんの中でやっぱこんな話しにくいってよく聞くんですよね。 だから、あのー、なんかやっぱりそれもひっと、あのー、きっかけとか取っかかりが必要だと思うので、あのーまあ、いろんな本の話とか映画の話とか沖縄のニュースの話とかいろんなきっかけを作ってどうにかこう話であのアルベト・シロ鵬さんの歌を、ね、聞きに行って、あのー、それで、あのー、その歌の意味とか、ね、今あの知っていてそういうなんか日常的な話題の中からなんとかつながって いけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、なかなかこう的確なアドバイアができなくて、でも嬉しいです。そう思ってそう思ってくださる意思はやっぱりあの絶対こう持ち続けていると周りに広がっていくと思いますので、あのぜひこれからもどなたかですかおあのよろしくお願いします。ありがとうございます。 えー、そしてこちらは会場いらっしゃる方から、かかずさんへ行動することで人生は変わる、えー、強く感じた瞬間について教えてください、先ほどね、あのまあ、お話の中にもありましたが、その中でも特に、えー、こう変わった瞬間、えー、そういうのがあったら教えてくださいということです、すエピソード、心に残っていることっていうふうにいただきました。 あの気をつけてはいるんですけど特にちょっと変わったエピソードというかやっぱり海外に出るという決断したというのは本当に大きいきっかけだったなと思いますあの私ずっと県内で働いていて、まあ、県立病院のドクターだったのでもう安定している公務員であの給料ももちろんあのしっかりいただいてますし、まあ、このままあの全然続けていってリスクも全くないですしやめるかどうかすごく迷いましたたただあの自分がややりりいこことやっぱりこう 一緒にやらないと死ぬときに後悔するなっていうことはやっぱすごく分かってたのでこういった活動をやっておかないと後悔するなっていうのをあの分かってて思い切って,もう辞めて仕事をやめて海外に行くっていうのを決めたっていうのがありますやっぱりそうすることで周りの人もやっぱ変わるんですね自分がこういった決断をしたことであ先生、そういうふうに思ってたんだねって周りのまず同僚ですとか職場の人も応援してくれたし。 実際に行っていくと、やっぱりこう会う人が、環境が変わって会う人が変わると、活動を続けていく上でもちろん人間関係悩んだ時期もあるんですけれど、環境を変えて、自分が変わっていくことで、周りが徐々に変わって、こういった活動っていうのをなんとか軌道に乗せて、今、どんどん下が育つようになってます。なので、ちょっと大きい決断をするっていうのは、なかなか難しいし、すぐにはできないんですけれど。 例えばあのや,っぱやってみたいなとかちょっとでもあって迷ったことがあったらあのちょっとでも少しチャレンジングな方向少し挑戦する方向を選んでいくっていうふうに普段から心がけていくと例えば大きい決断仕事を辞めて次のに行くかだとか何か大きい決断がある時でもあの結構こうしっかり自分で覚悟を決めて決められるんじゃないかなというふうに思います。 ありがとうございます。決断の後ににいた世界旅行の話とかもね、いっぱい聞きたいですけどね、<laughs> ぜひまた機会があれば、そういうのも、えー、伺いたいですね。さあ続いてはアルベルトさんに音楽を通して沖縄のことであったりとかペルーのこと、平和を伝えるときって日本各地、えー、で温度を感じることってありますかってこれもちょっと難しい質問かもしれませんけど。いやあの特に、まあ、音楽ってその不思議なものでね。 みんな心一つになる素晴らしい、の何というかね、素晴らしいものだなって思ったりします。だからまあ僕はこういうまあ好きなもので仕事にして、またいろいろ大変ではありますけども、コンサートで出たり、全国回ったりすると、やっぱりみんな同じ気持ちになるし、沖縄の橋になるとみんな微笑むし、やっぱり沖縄のみんな好きだし、そして平和だ誰だってね、好きなんですよね。 争うことななんんて、ね、誰ででも嫌なんですよねだから僕はあのーまあ、これからも同じ気持ちでやれたら幸せだと思います。はい、ありがとうございますさあ、えー、今日縁あって本当にあにいろいろお三方ともになんかね、えー、それぞれ思いがあると思うんですけれども今日の、まあ「沖縄の心」えー、という、ね、テーマなのでそれについてそれぞれの思う自身の沖縄の心っていうものも ぜひ聞かせていただきたいなっていうふうに思います。アルベルトさんからいこうかな。<laughs> いいですか僕はね、まあ、先ほどね、カ,カズさんはおっしゃったこと、ナンクルナイですよ。これはね、いいことをいただきざいます。もう使っちゃったけどいいですか <laughs> 本当にだから、正しい正しい道歩むっていうことは、おじいちゃん、おばあちゃんたちはよく知っていること。だから多分、分まん、あ、どこも。 ね、世界挙手だと思います。まあ、それで沖縄のゴゴラスはっきりとしっかりと。これは、まあ、こうあの活動にもね、あの取り入れてやりたいと思います。はい。ありがとうございます。アルベルトさんの沖縄の心、なんくるないさ。はい、まくと総計がつくんですね。はい。<laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。さ続いては香川さんお願いします。 ありがとうございます。沖縄の心というと人と人とのつながりを大切にする、あとゆい回る、助け合いの心だと思うんですね。あのー、やっぱりこう困った人がいたら、ちょっと困ってる人がいたら、ちょっと手を差し伸べるだとか、あの沖縄って本当にすごくあったかいなと思って、あのー、私、カンボジアでこう自然に、なんか県人会で。 あのできたんですけれど、やそういった困ったお互いの困りごとだとかもすぐに相談できるし、まそういったネットワークがあの沖縄でまだ生きているって思うんですね。で海外にいてもそういった沖縄っていうのでつながったりするし、本当に沖縄出身。 のだけじゃなくても沖縄を好きな方だとか沖縄に興味がある方がどんどんこういったのでつながれるかなと思いますでそういった方々同士で本当に困ってる人があってまあ自分が得意で割と助けられそうなこととかがあったらちょっと手を差し伸べてみるだとかあとはまあそういったことであのちょっとだけこうあの頑張ってみるかちょっとだけこう勇気を持って。 あの手を差し伸べたりあの行動してみることであの自分も変わって周りも変わって本当に世の中良くなるなと思うのであのぜひ平和の心沖縄の平和の心としてねあの誘い回るっていうのを大切だなというふうに思いますありがとうございますはい福山課長今日の一番の先輩よろしくお願いします <laughs> 玉城知事と同じ年齢なんです <laughs> えっとそれね今あの南区内里 えっとユイマールが出たんですけどもやっぱり何か沖縄の言葉探そうかなと思って <laughs> あの今加賀さんがおっしゃったことなんですけどあの沖縄に「ちむぐるさん」っていうのがあるんですね「きも苦しい」あれはやっぱりあのおっしゃったようにだから能登の,の,の今震災もそうですけどウクライナもガザもそうですけど沖縄もそうですねあの,ぜひあの本土の皆さんにですねあの沖縄のことを「ちむぐるさん」と思ってもらって。 共感してもらってですね、共感のためには想像力が必要なので、ぜひ沖縄のことを想像して、そして共感して、で何が、これからどうすればいいかをぜひこの考えて、このぜひチームグルさんという言葉を覚えていってほしいなと思います、はい、ありがとうございます。 そして、えー、今日本当にあのこうやってお三方のお話を伺って皆さんねいろいろな思いを感じてらっしゃると思いますが、えー、隣にいるあるいは、えー、ねあの一緒に並んでいるお三方もそれぞれ感じているものがあ,あると思います、えー、そんな三、えー、人にですねそれぞれがこれからまあ、やりたいこととかあの目指しているものまあ、個人的でもあのお仕事でも何かありましたら。 そう、あのそれぞれのビジョンというか、今年の目標とか。はい。沖縄県の話でもいいですし、いろいろお願いします。はい。<laughs> じゃ、どなたからいきましょう。ふてばさんからいきましょうかね。はい、はいえー。個人的には、あの、やっぱり、あの、三線を。えっと、独学でやってるんですけど、あの。二見譲和とかね。それから、あの、あれですね。あの、やかぶし。ね、<う>あれを。 何かの機会にあの披露したいなと思ってますけど、はい、でかあの鍵あて風もマスターしていますしであの個人的にはそうなんですけどマスターっていってもあのロ,ボットじゃロボットの踊りじゃない方のあぐらいのレベルなんですけど、ね、<laughs> あのこ立場としてはあのこれからです、ね、私たちは体験者からあの受け取ってきたんですけど今度は私たちが受け取ったものを私たちの次の世代にどうやって。あの まあ育ててもらって託すかということが、これから課題になるかなと？とまあ、育てるという言い方はちょっと上からですけども、一緒に学び合ってですね。これからまたあの取り組んでいきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。高さんはいろいろありそうですけどね。はい、お願いします。ありがとうございます。あのまあプレゼンの中でも言った通り、まあカンボジアでやっぱりずっとやってきたことの集大成としてに、あの来年のあの病院。新しい病院の。 あるのでそちらもサポートしていってまあ彼らがあの自分たちで運営できるようにサポートを続けていくというのも,あの支援であのもう現地に入ってやっていくというのもあるんですけれど私自身としてやっぱ次にやりたいのは沖縄とまあカンボジアアジアとかをつないであの人材交流ですね人を育てるあのカンボジアだからだけではなくてまあカンボジアミャンマーですとか私たちの,この活動地のところからまあ人を例えば沖縄ですとか日本で。 連れてきてトレーニングする、あとは、まあまあ、沖縄からもそういったアジアですとか沖縄、日本からもアジアの各国にまあトレーニングに行って逆にそこであの学んだことを日本に持って帰る沖縄、日本に持って帰るっていうそういう人材交流ができればなというふうに思っています。ああとははやっっぱ個人的ににすごく子どもの貧貧困困いうの昔から関心ががて特に沖縄県は貧困率が高い といいう,うに言われていて、まあ、その貧困のベースには、まあ、もちろん子どもだけではなくて大人、まあ、女性の貧困ですとか大人の貧困があるのでこういったあの貧困というのを医療を、まあ、やっていますけど医療だけではなくて医療の周りの生活を通してですとか、まあ、福祉だとか教育ですとか行政だとかもこういったことをコラボして、まあ、沖縄で何かこういった貧困を解決していくようなあの活動っていうのを今後ちょっとやっていきたいなっていいいうに思っていますはい、ありがとうございます。 さあ続いいて、アルベルベトさんお願いします、あのー、たくさんやりたいのがいっぱいあるんだよね、本当に。うん、あれもしたいこれももししたたい、こだけど、気づいた時にはやっぱり今やってることはすべてだなというか、本当に歌い続けられたらこんなに幸せなことはあるのかというぐらい、もうコロナの3年間、ほとんど立てませんよ、人前で。うんね、本当に、だから、これは今、これはこういう仕事、どれだけ幸せなことなのかと。だから まあ今後もあのどこかでねあのコンサートだったらぜひ遊びに来てください、はいはいえー、活動についてはそれぞれの,の SNS などインスタグラムなどご覧いただきたいと思います。 さあえー、歌を歌えることが幸せってね、はい、アルベルトさんおっしゃってくださいましたあの先ほど、えー、外の会場でも楽しんでいただきましたけれどもせっかくなのでアルベルトさん、えー、お願いしましょうかね <laughs> あのたくさんの質問も本当にありがとうございました皆様。さあえー あのー皆さん持っているまあパンフレットと同じ。そうそう、歌詞書いてあるんです。でね、わざわざこう「カタテニサンシン」片手に三振をという、えー、歌詞が書かれてるんですけども、えー、ぜひ皆さんと知りたいと思います、えー。まあ本当にあの、えー、おじいちゃんおばあちゃん、えー、昔ね、えー、ペルに渡るずっと昔なんですけど、えー、船でですので。 やっぱりきつい厳しい旅の中では沖縄の人たちを勇気つけてくれたのは三振ではありましたし戦争があっても沖縄の人たちを勇気と元気を与えてくれたのは三振でもありましただからこの気持ちを忘れずにこれからも歌いたいと思います遠く聞こえる潮風は海の彼方へ 夢運ぶこのふるさとから旅立ってゆく満たせぬ心包んできた時はいつでも流れてるいとも景色も変わるけど愛する 思いだけは忘れずに打ち勝つ心持ち続けてはい見せたよ三振片手に生きならしい平和求めて ありがとうございます慰め合う言葉より三心ひいて励まそう世界に目を向け今この時を旅立つ心 光浴びて見せたよ壊れた壁に橋渡し遠く離れた共にこの夢を届けよう悲しく 繰り返してきた思い出を気持ち高めて輝く明日へ変えて行こう見せたよ三振片手に生き鳴らし 笑顔を忘れずともにこの船で旅だとう見せたよ三心片手に息きならし平和求めてともに 船で旅だと。ありがとうございました。あり,ありがとうございました。アルベトさんのギター一本、そして、えー、一緒にね歌ってくださった方もたくさんいらっしゃいました。ありがとうございます。 えー、アルベルト・シロマさんとそしてカカズマリコさん普天間長兄さん改めて大きな拍手をお願いいたしますありがとうございます、えー、平和と一括りに言ってもこの平和という言葉はとても大きな意味であったりとか広く深いメッセージを持っています今日ここで皆様お一人お一人が感じてくださったことがあると思います平和について沖縄への思いを 皆さんができることそしてあなたにできること私にできること。 えー、ぜひまたねあのご自宅に持ち帰ったり職場に持ち帰ったりしていろいろなお話をしていただけたらいいなというふうに思います、えー、大切な皆様やご家族と今日の時間お話ししていただけましたら幸いでございます今日は本当に朝から第1部から、えー、一緒に、えー、ご覧いただき参加していただいた、えー、皆様も多かったと思いますありがとうございました、えー、そしてですねここで皆さんにちょっとお知らせもございます、えー、こちらの会場となりました商業 施設ラ・チッタデラでは、えー、沖縄と非常にゆかりの深い川崎地域の特性、えー、この施設が誇ります多彩なエンターテインメント機能を生かした沖縄大文化祭と称しまして入り口の方にもありましたけれども、えー、ハイサイフェスタの開催も決まっておりますこちら2004年からスタートしているということで本当に皆さんに愛されているイベントでもありますね。今年でで21回目ととなります沖縄県外でめったに触れることの 本物の沖縄文化を体験できるイベントでもございますのでぜひ皆さん今年のゴールデンウィークも、えー、こちらに、えー、お越しいただきたいと思います、えー、神奈川県川崎市と沖縄県那覇市は1996年より有効都市となっており一般財団法人川崎沖縄県人会は今年で創立100周年を迎えますおめでとうございます、えー、川崎と沖縄のつながりを、えー、伝えていくこともハイサイフェスタの大切なテーマでもあります、えー、今年 今日はゴールデンウィークですから5月5日金曜日の祝日から5月6日月曜日の祝日の4日間開催となります、えー、ぜひえラジッデラにお立ち寄りくださいますようお待ちしております、えー、以上をもちまして令和5年度沖縄の心平和啓発シンポジウムを終了いたします皆様本当にありがとうございました